アッサラームアレイコーム、日本人ムスリムの日本人イスラム教徒のアリ上田です。今日はですね、東京オリンピック昨日から始まりまして、でオリンピックとは関係ないんですけど、東京の方にちょっと音楽の演奏のイベントがあるので行ってみたいと思います。はい、ということで今日の演奏のパートナーですね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。語りをさせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。かなこさんです。ということで行ってみましょう。レッツゴー、やらやら、ビスミラわけで、ちょっとね、東京オリンピックね、やってんですけど、あんま混んでなかったですね。そうですね。そう、うん、なので新宿あたりがちょっと、そう、僕らはここで来て、ここでパフォーマンスして、彼女はアクトレスだから、彼女が語りをして、そして僕がそれに合わせて演奏するみたいな今日感じなんですよね。初めてなんですけど、で、このチャンネルってあれなんですよ、うん、実は、日本人の人 3% しか見てなくて。そうなの？そう、僕ね2つチャンネルやってて、日本人用、まあ日本人用でもないんですけど、いやみんなに見てほしいから全部日本語でやってるんですけど、うんうん、ムスリムの人たち、僕ムスリムなんですよ、うんうんうん、ムスリムの人たちが多いチャンネル、うん、97% ムスリムチャンネル、ムスリムチャンネルで、うん、なんかムスリム日本人 Vlog みたいな感じで、でちょっと、まあ、日記みたいにやってるんですよね。え、じゃあなんで、うん、日本語で喋ってんのってことなんですけど、日本の人にもやっぱこう知ってほしいってのもあるってかな。でちょっとずつ増えてきてですね、あと視聴者の方たち、マレーシアとインドネシアの方も多くて、あとイギリス、アメリカ、カナダに住んでるイスラム系の移民の人たちも多いんですよね。そうなので、で僕日本人ムスリムってあんまいないじゃないですか。うーん、あんま聞かないかも。でなんかこうムスリムの人と結婚してムスリムになったわけじゃなくて、自分からなんかムスリムになっちゃったみたいな感じなんで、そういう感じなんですけど、コランって知ってますか？お祈りの時間？いや、お祈りの時間、聖典コランって言って、うん、ムスリムの聖書みたいなの。ああ、そう、はい、それがあるんですけど、それをちょっとリアクションっていうか、はい、もう本当はね本物の人が唱えたのを聞いてほしいんだけど、はい、僕が覚えてるコランの一節を言います。そしてそれに対して、感想みたいな、感想っていうか、あ、こんな感じとか、初めて聞いた、何回も聞いたとか、そういうリアクションのインタビューなんですけど、いいですか？分かったいきなり、うん、はいごめんなさい、はい、いやちょっと、ビスミラヒンラフマニーラヒーアルハムドリラヒラピララミアンラフマニーラヒーム、マリキヤウミディーン、ヤカナアブドゥアイヤカナサイエヒディナシラタムスタキーム、シラタルラディーナナアムタアレイヒムخير المغضوب عليهم ولا الضالين。 じゃあどんな印象を覚えました？今気持ちよかった。あ、そうですか。はい、なんか、あ、それこそそのパキスタンに行った感、空気感とか、その上田さんの歌った声もすごい柔らかいから、なんか景色が見えるような、景色が見える、はい、そういう感覚 でした。景色が見える、うん、あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、そうかそうか、いろんな国旅されてますもんね。そんな奥はないけど、はい。あ、そうですか、うん、はい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 。でもなんかパキスタン行った時の、うん、あそこで感じた乾いた空気感とか、
大地とかそこにでも流れてる水とかで向こうの方に行くと、なんかそこの生活してらっしゃる方の空気感をふわーって急に思い出して、なんか楽しく気持ちよかった。うん、やっぱコランって、基本翻訳ダメなんですよね。だから僕もアラビア語で言ったんですけど、本当はアラビア語で唱えてアラビア語で理解しなきゃいけない、僕ら分かんないから、一応英語の意味日本語の意味あるんですよね。で意味はあるんですけど、あの翻訳って難しくないですか、すごい。そうだと思う、うん、選ぶ言葉、選ぶ言葉とかすごいニュアンス変わるし、またその言葉が僕らの言葉になかったりとかもするし、なのでちょっと今翻訳の説明なしでちょっと感覚的に、まあそう言ってアート関係の仕事されてるんで、ちょっと聞いてみたって感じです。ありがとうございます。でなんかイスラム教をなんか説明して、これをなんか布教しようみたいな、そういうのはちょっとまた全然、僕はちょっと違うし、イスラムの中でもほんなんか書いてあるんですよね、そういう強制的に言うのは絶対ダメだよって。だからなんか、でもそのイスラムの方、そのイスラム教とかに対しての日本での情報って、多分そんなに多くないし、ちゃんとアンテナ張ってないと、あの知る機会って、私だってパキスタン行く機会なかったら全然触れることもなくいた世界だったんだけど、でもこうやって上田さんっていうこの柔らかい雰囲気の方がこういうふうにシェアしてくださるのは、すごく情報の少ない日本で、あの日本の人が知る機会にもなると思うし、知らなくて全くあのイメージでものを言う人とかもいっぱいいるから、こうやって上田さんが言ってくれるのはすごく貴重なことだと思う。ありがとうございます。そうニュースとかじゃなくとまた違ってね、ニュースでなんかあそこで爆発があったとか、ここでやばいことがあったとか、なんかそういうのが多いじゃないですか。そういうので聞くイスラムって音が多すぎるから、そう関係別に僕普通になんか暮らしててって感じで、そうだから私もう一個言いたかった、さっきのその音であの唱えてくださった音で感じたのは、上田さんが見てきた景色が見えた気がしたの。やっぱ僕が言ってるか、僕のフィルター入んだよね。でもそれが素敵だと思う。うん、すごく大切な経験をさせていただきました。ありがとうございます。はい、ということでこれからライブ臨みますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、beholding your beauty.